デジタル一眼カメラアルファで写真撮影を楽しむ。テーマ別に作例を見ながら撮影のコツとレンズの選び方を紹介します。2. 花をふんわりと撮る。花を優しい感じでふんわりと撮るには背景とそのボケ具合が重要です。ここではボケが大きくなるように絞り優先の A モードに設定し、絞りをなるべく開いて撮影しましょう。背景のボケを作ってみよう。花をふんわりと綺麗な色合いで撮るには背景をどうまとめるかが重要です。ボケの要素に従ってズームレンズをお使いの場合はレンズの望遠側、焦点距離が長い側で被写体にぐっと近づいて撮ってみましょう。望遠側で近づくだけでボケが大きくなり、花が引き立ち、いつもと違った写真が撮れるようになります。こちらの写真は焦点距離 55mm、 焦点距離 210mm で撮影した写真です。焦点距離が長い方がボケが大きく、花のみずみずしさが引き立っているのがわかります。望遠レンズをお持ちの場合はそちらを活用するとより背景をまとめやすくなります。また背景の色も工夫しました。赤と対照的な緑に統一することでより花の鮮やかさを引き立てています。いろんな角度から背景を変えながら撮り、お気に入りの一枚を探しましょう。明るさを調整しよう。写真の明るさを少し明るめにすると花のふんわり感がアップします。こちらがカメラの自動露出により撮影した写真です。背景が明るいため花が暗く写ってしまいました。これでも花の色や形は伝わりますが、ピンク色が少し沈んでしまっています。そんな時には露出補正で少し明るめに撮影してみましょう。こちらの写真の方がよりふんわりとした優しい雰囲気が出ています。また光の当たり方をコントロールできる自宅などではなるべく逆光になるように花を配置しましょう。直射日光ではなく、できればカーテン越しの光を利用したり、曇りの日に撮影をすると柔らかい光になるので撮影に最適です。マクロレンズを使ってみよう。花や小物を撮っているともっと近づいて大きく細部まで写したいと思うことがあるかもしれません。しかしレンズには最短撮影距離があり、被写体に近づける距離には限界があります。最短撮影距離はレンズごとにそれぞれ異なります。そんなシーンに特化したレンズがマクロレンズです。被写体にギリギリまで近づくことができ、クローズアップされた写真を撮ることができます。レンズの詳しい情報などについてはソニーの商品情報ページをご覧ください。またサポートお問い合わせのページでは、他にもアルファで写真撮影を楽しむためのテクニックをテーマ別に紹介しています。ぜひご覧ください。